マルコム・ホイットマン、マルコム・ホイットマン、マルコム・ホイットマン、1877年3月15日から1932年12月28日は、アメリカ・ニューヨーク出身の男子テニス選手。ハーバード大学卒業。初期の全米選手権、現在の全米オープンで、1898年から1900年まで、男子シングルス3連覇を達成した選手である。 彼は1900年に創設された男子テニス国別対抗戦デビスカップにおいてカップ寄贈者のドワイト・デイビス、ホルコム・ウォードと共に最初のアメリカ代表チームの一員としてプレーし彼のテニスは逆方向のツイストサーブ打球がコート上に落ちるとレシーバーの左側で逆回転するサービスを発明し 鋭いボレーで一気に畳みかける攻撃を得意にした。右利きの選手で身長は188センチメートルほどであった。フルゲームはマルコムダグラスホイットマン、マルコムダグラスホイットマンという。ホイットマンは1896年から全米選手権に出場し始め、最初の2年間はベスト8で止まっていたが、1898年に男子シングルス初優勝を果たした。 初期の全米選手権は、チャレンジラウンド、挑戦者決定戦から、オールカマーズファイナル、大会前年優勝者とチャレンジラウンド勝者で、優勝を争うへの流れで優勝者を決定し、1898年の男子シングルスは、前年度優勝者のロバート・レンが、米西戦争に出征していたため、オールカマーズファイナルがなくなり、チャレンジラウンド決勝の結果が、 大会の優勝記録表を掲載されることになった。ホイットマンは、チャレンジラウンド決勝で、ドワイト・デイビスを3から6、6から3、6から2、6から1で破り、初優勝を決めた。それから、ホイットマンは、大会前年優勝者として、チャレンジラウンドの勝者を待つ立場に変わり、1899年のオールカマーズファイナルで、パームリー・パレットを破って2連覇した。 彼の父親は、息子のマルコムが、ハーバード大学で法学の勉強に専念することを望み、できれば、テニスをやめさせたいと考えていた。1899年の全米選手権終了後、父親は息子に勝負を申し入れて、負けたらお前のラケットを取り上げると宣言した。父親との勝負に勝ったマルコムは、1900年のオールカマーズファイナルで、ウィリアム・ラウンドを破り、 この方式で男子シングルス3連覇を達成した。1901年全米選手権には前年優勝者として出場せず、1902年のチャレンジラウンドに再挑戦する。4年ぶりのチャレンジラウンド決勝でホイットマンはイギリスの強豪選手、レジナルド・ドハティ、兄弟テニス選手の221から6、6から3、3から6、0から6で敗れ。 1901年の優勝者、ウィリアム・ラウンドへの挑戦権を逃した。1903年以後、彼は全米選手権に参加しなかった。1900年8月8日から10日にかけて、第1回のデビスカップがマサチューセッツ州ボストンにあるロングウッドクリケットクラブで開かれた。ドワイト・デイビスがこの団体戦のために、ティーカップ型の優勝杯を寄贈したことから、 デビスカップの名前が与えられる。ドワイト・デイビス、マルコム・ホイットマン、ホルコム・ウォードの3人は、ハーバード大学のライバルで、当時のアメリカテニス界で、ハーバードの3人組、ザ・ハーバード3と呼ばれた。この3人が、最初のアメリカチームを構成し、イギリス代表の3人と最初のデビスカップ戦を、戦った。第1回大会のイギリス代表選手は、アーサー・ゴア、 ハーバート・ローパー・バレット、アーネスト・ブラックの3名で、アメリカチームは最初の3戦で勝利を決めた。デビスカップは1901年には実施されず、1902年に第2回の公式戦が行われた。第2回大会では、アメリカ代表は最初の3人に、ウィリアム・ランドが加わり、イギリスは、レジナルドとローレンスのドハティ兄弟と、ジョシュア・ピムの3名が参加した。 ホイットマンは第1試合、ピムと最終第5試合、レジナルド・ドハティに勝ち、彼の2勝でアメリカはカップを防衛した。最初はアメリカとイギリスだけで争っていた、デビスカップも大会の発展につれて徐々に参加国が増えていった。競技生活から引退して30年近く経ち、ホイットマンは1931年にテニスオリジンズミステリーズ、テニスの起源と、 謎という著書を出版した。ところが、本の出版の翌年の12月28日、彼はニューヨークの自宅で自殺した。1954年、ジェームズ・バン・アレンが最初の全米シングルス選手権会場があったロードアイランド州ニューポート地に国際テニス殿堂を設立した。第一回の国際テニス殿堂入り式典は1955年に行われ、マルコム・ホイットマンは 1> 第一回全米選手権優勝者、リチャードシアーズらと並んで、最初の電動入りをした7名の選手の一人に選ばれた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。